お疲れ様です。それでは第3週の見通しを経済指標カレンダーからお話していこうかと思います。この第13週の特徴は、金曜日が世界市場結構休場が多いってことなんで、もう今からお話ししておきますが、29日金曜日、当然3031日は土日ですからお休みなんですけども、もうこの3日間はトレードをしないということに決めておきましょう。ですんで、13週の営業日や 4日間になりますね。25、26、27、28。えー、その代わりですね、まあ、非常に利益は出しやすいと思いますので、テクニカルにしっかりとね、フォーカスして、まず、レンジオプションから攻めていきましょう。はい。そして、月曜日ですけども、早速、日銀の金融政策決定会合の用紙が出てきますけども、これはね、あんまり関係ないですね。三つ星になってますけども、確かにこういった報道の重要性ってのはありますけども、だって利上げをするよって、 言ってもうそれ以上のことはないですからね細かいこと聞いても市場はそんなにどんどん動きませんので、えー、まあこれは12週目のね、えー、火曜日に上田総裁お話しされてましたけどもその後の動きがもう既に沈静化されて月曜日に整理される程度ということなんで、まあ、トレードをするのはね9時とか9時半ぐらいからでいいんじゃないかなと思いますね。 はい。そして、同じ日なんですけども、23時に、えー、新築住宅出ますね。これがね。えー、アメリカで、えー、ちょっと大きな動きがありますけども、こちらを受けて、次の日の朝にはもう、市場は収まっていると思いますので、えー、特にね、火曜日も警戒して始めることはありません。本当にスムーズに出発すればいいんじゃないかなと思います。で、そのまま材料は大したのが、あの、火曜日はないまま終わりますんでね。すごく優しいと思います。そんな、あ月曜日火曜日になります。 で、水曜日ですけども、水曜日も大した材料はありませんので、テクニカルに忠実にトレードしていけばよろしいかと思いますね。で、えっ、ー、と、金曜、あ、木曜日ですね。木曜日になりますけども、この日も材料ないでしょ。出るのは深夜なんですよ。木曜日はね。こちらアメリカの方にパラパラと出てきますんで、GDP の確定値なんで、これは結構大きな指標になると思います。えー、ただし、これが出た後の、ほら、金曜日はアメリカをはじめとした、あ、EU 諸国が急上してますんでね。 まあこの日はもう日本円しか動いてないような状態ですんで、アンバランスで、えー、多分相場ってのはね、出てくると思います。この日はトレード特にあ,のありませんので、あの相場解説はね、ちょっとだけすると思いますけども、ただね、これトレードしたい方だけすればいいんじゃないですか、暇な方だけね。うんで、基本的には金、土、日と三連休取った。 方がよろしししいいかと思まますそそれを今のちに決めておきましょう、えー、そして金土日が明けると今度4月1日月曜日からスタートするのが14週目になってきますので、えー、このね4月はあ最初からどんどん飛ばしていってね利益を取っていただければと思いますまあお話するのは大体そんなとこですかねあデフレーター出てますね、うん、金曜日の夜まあ金曜日本当何もないと思った方がいいです色々いろいろとこう経済指標出てますけどもねただ休みが多いんですよ まあこういう日は、やっぱりこう、テクニカルってのは機能しませんから。もうファンダメンタルに濃くなりますんでね。たとえば1時間足だろうと。はい、ということでございます。まずは以上です。